ゆうさんにまくられ2000点差と。何2曲。さあ、ハイパイ見ると、まあ、めちゃくちゃ2差しか差し子の3色だよね。第1巻どう見ても。とりあえず難は切るけど、はい、ローワン引いて、まあ、ここは2差しか差し子なんで、数層と数ワンをもう先切りする一択ですね。はい。もうとりあえずこの手はここが数層と数ワンがアンコイだって全く使わないので、これを切っといて、リャンウワンとリャンウソウの出上がり率を少しでも上げながら仕上げていくっていうイメージですね。まあ、E ピン、パーピン、キューピンも全部落とすんだけど、即ね、チーピン引いたりしたらちょっとパーピン、キューピンは使うかなというイメージで。そしたらユウさんポン入るんだけど、もうちょっとこれ以上上がられたら無理なんで、どうしようかな。でもこんな手なんだよなと思ってたらドラ引いてきて、ちょっと、戦いづらいけど、まあまあまあ、こっちはうまくいけば3色ですと思っていると、3ピン引いて、これロンはないんだよね。この、ハクポンダチーピンの後3ピンなんで、ロンはないんで、まあじゃあチーはいいよということで3ピン切り、チーされず、ウーワン引く、ちょっと戦える可能性出てきたなということでパーピンキューピン押す、うん、若風層来たと、これはもう勝負だと、ユウさんドラポンだったらおめでとう、ドラロンだったらおめでとう、行くぜと、うん、渋川行きます、うわー良すぎーってなって、これはもう優勝者のツモだろうと、うん、完全にね、赤風層引いて言い訳引いたからね、なんだその前ウーワン引いたからね、ウーワン赤ウソ E1 って引いて、これ優勝者のツボだろうと。でこれちなみに E1 はね、先切りはもちろんしたいんだけど、これ先切りしない理由はもうめちゃくちゃあって、リャンワン引きでもね E1 使い切ったテンパイ取れるし、 E1 重なったら最高だし、なんでこれ E1 切っても下茶優さんだからチーとかポンされる可能性あるから、別に先切りしたとこで泣かれる可能性あるんだら、あんまり先切りの意味ないんですよね、うん。そもそも完全安牌ならまだマシだけど、9ピン程度で E1 先入りしてるようでは、打点、自分の打点逃しすぎなんで、うん、まあ、先に切る意味があんまないっていう感じ。そしたらもうサイコロご褒美来て、U さん、まくる時が来たなと思っていたんですけど、まあ、数ピン、これはもう当然ブクブクに持って、まあ、数ピン E1 のあんこにも備えますと。うん、すると、ウーピン。はい、チー、これはチーでしょ、さすがに。3色ドラさんのね、ウッパーワン。リャンワンだと上がれないけど、ウッパーワンがバゼロなんで、うん、7枚残ってると。しかもリャンウーピンがね、もう3枚目なんで、さすがにチー、漫画はチーだ、さすがになと、うん。そしたらね、この数ピンが、ポッと言われ、ローワン、ガーッ、抜けてやがるぜと。まあまあまあ、もう降りる範囲ないっす。こうなったらね、当然。E1、何まあ、差し子の3色なんだけど、これ、ローワン切ったら G1 短期はなるけどさ、もう、そんな選択はないじゃん、この世に。いくらなんでも、日和すぎじゃん。U、E1 当たるなら当たれよっていう気持ちなわけだから、こっちは。うん。さすが、これ、ウッパーワンを G1 短期にするようなもんだから、E1 切るしかないよな。枚数が3対7だからね。うん、倍以上だから。まあ、E1 だったらおめでとうっていう気持ちで E1 切り。うん、超ムカついたね。これは本当に、うん。これはめちゃくちゃムカついた。もう C1 つぼ切りだけはもう本当に。うん、そっちかいと、うん。もう本当にムカついて。で、さらに。これね。手出しリャンワン。リャンワン切ってる。もうこんなん絶対ウーワンとのスライドじゃんってなって、絶対に差しに5引いたじゃんってなって、そんなさ、うまいこといかれてんのってなって、上がれないリアは打たれ、6、7、2って切られたんです。僕、ウッパーワン漫画に対して、おいおいおいってなって、そして持ってきたパーソー。もう大本命、もう、なんならウッパーソーしか下手してないかもしんないぐらいの、もう大本命。まあでもこれはもう相手がウッパーそうですって言われてももう無理ですね。もうさすがに他の町の可能性がある以上もう降りれないんだけど、もうめちゃくちゃウッパーそう、もうこんなのはね、めちゃくちゃウッパーそうなんだけど、もう無理無理無理、もう関係ない、降りれない降りれない、この手じゃ降りれないっつって、はい、ウッパーそうです、その通りですってなりましたね。うん、ムカついた。しかも見てこの赤と変えました、私っていうね、1500が日給になった後出ました、わーっていうね、本当に許せない。これはなんでこんなことになっちまったんだと、うん、
とても悲しい日給報酬で。さあ、ゆうさん。9600点差。マンツモ400点逆転ということで。これは、マンツモだと。第一だー。第一だなにきるー。第一だなにきる登場だよーということで。何切んのこれ。少なくとも、初はポンしていくんですよ。ドラポンできたら漫画になるんでね。で、初ドラドラだといい班足りないんで、チャンタはちょっと見たいんですよね。しかし、かといって、ウーワンをぶった切ると、ちょっと、数ワンローワン引いた時のね、面前手順がきつくなるし、まあ赤ウーワンカスなればあるんでということで、素直にシャー切ったんだけど、これ、堀さんは、ウーワン切りだっつってましたね。うん。いやー、チャンタを見るんじゃないかと。うん。そう、チャンタを見るか。まあ、リャンゾーは、メンツテもチャンタもどっちもあるんで候補いなかったんだけど、だからウーワンとシャーでね、迷って。ただ、ウーワンにやっぱ数ワンローワン引いた時の普通に進めるのは、偉いか。いやー、でも、初泣いたら結局いらんかなということで。うん。まあ、でもやっぱ第1番は赤ウーワンかさらった時は普通に激痛かなということで。まあ、シャー切りました、結局ね。迷いの結果、シャー切って。まあまあまあ、まあ、いい重なりじゃないみたいな。これね、何がいいかって、こうしておいて、初ポン、ウッパス落ち、6球ピンチーってするじゃん。E ピンとウーワンのシャンポンじゃん。赤ウーワンあるんで、大体積もれば漫画みたいな感じなんですよ。E ピンとウーワンのシャンポンね、これ。赤ウーワンもあるから、お !4 つ中3つ漫画みたいな。赤じゃない上腕引いた時だけ漫画じゃないみたいな感じになるんで、まあ、この上腕重なりによってね、かなり仕掛けやすくはなりましたね。じゃあまあ初も全部泣いていこうかなと思ってるけど、そうしたら、かやもりさんってなって、4巡目リーチですかってなって、まあとりあえず安牌ゼロなんで、まあ一切れのペイが一番通りやすいんで、まあとりあえずペイ切って、あーローワン通った、 Q1 トイズ落とそう、チートイシャンテンってなって、チートイドラドラいいシャンテンになりましたね私。うん、でリーチ棒出ても8600点差なんで、マンツボか64直撃条件。うん、まあ Q1 切るかリャンゾー切るかなんだけど、まあ、チートイドラドラになったらさすがに全部押すし、まあまあまあ、こんなね、こんな早いリーチにそんな都合よく当たらんだろってことで、リャンゾー1個押し、粘りのリャンゾープッシュ。まあ、Q1 もね、一応当たる可能性あるから通ってないからね。そして E1。これはね、3-1が先に切られて、ウーソーギリーチなんで、リャンゾー押したってことは当然 E1 もプッシュ。はい。そしたら、ここでおかしなことが起きるんですよ。あんねトップ目が、親リーチにローソー、ウーソーしか通ってないね、これ。3と9通ってない。もうこんなん絶対張ってるじゃんってなりましたね。はい。もう絶対張ってるじゃんと。うん。さすがに。まあ悪くても後継のいいシャンテン。うん。さすがに、ほぼ天敗。悪くてもめちゃくちゃ後継のいいシャンテン。だって、3と9通ってない6だよ。一番危ないからね、世の中で。二筋にかかってる牌は一番世の中に危ないってね、もう世界では有名なわけですから、うん。さすがに張ってると、うん。ということで、まあ、ちょっと、ゆうさんがかやもりさんに打つのを待つのもあり、一興だなと思ってて、まあまあ、とりあえずローソー取ってる、ローソー切ります。ブン、パーソー。はい、まあまあまあ、まあ、ローソーに比べたらね、パーソーなんてね、ということでパーソー押し、ウーソー、まあ、ウーソーはね、通ってるんで切ります。バン、いいそう、これもブス字ね、当たれって思ってんだけど当たらず、パーピン、まあ、これで、まあ、ウーピンが通ってて9ピンがね早いんで、まあカンパーピンもないんで、実は一番手の中で通りそうな配下とチート維持できるんでパーピン切り。そしてスーピン、まあとりあえずこれウーソーが4枚見えててチーソーノーチャンスなんで、まだギリ粘りのチーソー、ギリ粘りのチーソー。そしたらユウさんが危険牌引かなくなっちゃってさ、と思ってたらサルカーさんのリーチ、キュアンコ、さすがにギブかと。
まあ、ただ9番が猿川さんだけじゃなくてユウさんに6球案があるなと思ってたんですよね。ユウさんも押してるからめっちゃ両面待ちテンパイっぽくて、現物ローバンド6球案とかめっちゃ押し頃の牌だなということで、まあ猿川さんだけだと思うから、ユウさんにも9案危ないんで、うん、これは行かない方がいいかなと。さすがに猿川さんのリーチも来たユウさんも矛を収めるだろうと、降りるだろうってなって、その場合純粋にね、スカイブリさん対猿川さんなんで、まあ、カイブリさん勝った場合はトップチャレンジできて、まあ、猿川さん勝ったら2着で終了、まあ、しゃあなしっていう感じにしようかなということで、折りマウスいたしました。うん、そして、ユウさん、チーソー。まあ、このチーソーはほぼ通るわなと。で、カイブリさん、スーソー。ロン。リーチ、チートイ、ウラウラ、8000。ユウさんがスーソーを掴んでれば、リーチ一発チート裏裏1万2000打って変わってたねーと、この時はめっちゃ悔しかったっすね。はい。めっちゃ悔しかった。うん。この7と4が逆ならば、この7とこの4が逆だったら、7切ったってことは4も切るんで、うん。かー、いかんかーってなってましたね。うん。はい。今回の手はリユウさんはウッパーワンの両面転敗で、カヤブリさんはドラタンチートイでしたね。はい。うん。3人チートイやんけーっていうね。ウッパーワン5ヤバ圧倒的強さ。うん。圧倒的強さでしたね。はい。しかし勝ったのはスーソー。うん。いやー。まあでも、2着でよしで。ということで終わり。まあ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 。よしでしょ。でも2着で。うん。2着でよしでしょう、これは。うん。まあね、ユウさんが6戦おろした時点で2着取れればいいなと思ってたんだけど、まあちょっとね、生地8000直撃8000上がってオーラスマンツボ条件になってちょっとよく出たけど、まあまあ全然、連投してトップ2着で80ポイントちょっとチームで持ち帰ったんで、まあ十分頑張ったということで、ナイス連投でした。皆さんご視聴応援ありがとうございました。うん。頑張りました。